小野原理科は、元北日本放送アナウンサー。血液型は、A 型。京都府出身。中学生時代に聞いていた、生。ヤングの落合稽古に憧れ、高校生時代は、放送部に所属。大阪芸術大学芸術学部放送学科在学、中には自らミニ FM 局を開局したということも、あった。大阪芸術大学卒業後、入社。 相元義彦とズームイン、朝のレポーターとして有名になり、それ以外の番組でも相元とのコンビで多数の番組に出演。ラジオ番組の DJ としておたやで良いショータオタ99%ハローヤングタウン MS の街などの公開録音番組で人気を得る。当時のラジオ番組雑誌、ラジオパラダイスのパーソナリティ人気投票で上位に進出。 一躍全国区のパーソナリティとして注目され記事にもなった。小野原理科バックアップファンクラブがリスナーの手により結成される。1987年3月末にて北日本放送を退社。フリーアナウンサーとして活躍するために関西での活動をする予定で芸能事務所に所属したが、同年7月学生時代の同級生と結婚。翌年、男児を出産するため、 フリーアナウンサーとしての活動を休止し、現在に至る。同アナウンサーの築いた番組コンテンツの流れは、その後北日本放送に入社する、横島真由子アナウンサーに受け継がれている。熱烈な半身ファンでもある。ABC 月刊ラジオパラダイス1989年3月号、P14、追跡、あのパーソナリティは現在、ハット ABC 別冊ラジオパラダイス、DJ 名鑑。 北日本放送のページより、ありがとうございます。